どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ドラゴンフォージュの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、あの石を投げてくる敵の王様ですね、を倒して、でそこにあのゴブリンの王様も隠れてましたね。で、録画外で少し、あの、お話をアンロックして、今作ってるのはこの軽い宝石ですね。これがあの、これ1個で作れるんで、この今各ラボで軽い宝石をいっぱい作って、この祭壇に持ってってる感じですね。で、今回は、呪いの解除。あの、新しい土地の方とか行ってみたいですね。スタミナが。よし。あの人クエスト持ちだ。一言お願いします。なんだろう、私は追いかけます。あらゆる種類のストーングラスや、他の卑劣な生き物が、アルガー山、アルガー山を、引き継ぐことを試みています。あ、頭蓋骨のトテム持ってますね。が、それらを怖がらせる最良の方法かもしれない。よし、ゴールデンアロー。これを欲しがってる人がまたどっかにいるってことだ。いや、でも一つ、ん?これなんかいっぱい取れるのかな?普通に武器として使えるとか。いや、違うか。よっしゃ、この辺から。あれ?破れない。足りないか。まだ無理なんだ。無理ですね。あ、ここはいけた。私がここに住む前に、私は島の他のほぼ全ての町に住んでいた。どこにも正しいとは感じませんでしたが、
一度ビスビー、ビスビー、あ、なんか見たことない素材があるな。取れるかな。お、ミディアムターコイズ、よし。これは？あ、サボテン。あ、破れない。破れないけど、素材は取れるんで。これなんだ。あー、こっちまで来てくれない。あ、これだ。あ、このサボテンか。私はあなたが大きな心を持っているということができる。なんだろう。敵からビスビーを守ること。うん、ここから町全体を見ることが、あ、ここはビスビーという町なのかな。ボム。あ、さっきの矢はダメなのかな。アロー、パワフルニューアロー、新しい矢。さっきの、うん、私に矢を持ってきてください。これは、あ、よし。お、ピックアクス。エメラルド、うん。あ、ビスビーの建築家の一人。ミカ？ターコイズミカ。鉱山の入り口のどこかにあると。息子を探してるのかな。あ、クエストの持ち。精錬。
なんだ？うん。新しい金属を作成できるように、鉱石に熱を塗る。あ、炉の建物。ありますね。私たちと取引。お、鉱石のいずれかを持ってきてくれたら報酬を与える。あー、これもか。あ、これは、ありますね、石炭。どのくらい？待って、今何個あるだ？かなり持ってると思うんだけど。27,000。とりあえずじゃあ10,000ぐらい。あ、これ1個でよかったのか。鉄。レベルアップ。アダマンティームとかないですもんね。ビスビへようこそ。砂漠全体で最大の金属。あー、この辺は無理なんだ。呪いを破れない。カードはないか。じゃあ、スタミナが。ダメだ、壊せない。ダメですね。さっき取ったこれだ、ターコイズ。ターコイズがあれば、ああ、でもアダマンティームとかがない。このブロンズがない。
ブロンズってどこで取れるんだろう。ちょっとお話どんどんアンロックするしかないですね。呪いを解くマナがないんで。あ、もうできないか。はい。ジェム何個かアンロックしましたね。早速じゃあそっちに変えて。あ、はい、クラッシュ。7分前。ちょっと待って。これは？あ、ここまでは渡したんだ。OK ですね。いやー、ちょっと待ってよ。これまたクラッシュすると思うんで。ちょっとお話は飛ばしますね。よし。頼むよ。行って。で、アンロックしたジェムが。あれ？なんかもう一個。これと、もしかしてあれかな？前回立てた、あの風車。風車というか、薬局か。これだ。うわっ。価格が 4.51E33 あっちの方が高い。高いってことだよね。 E33 だから。ということですよね。で、これまためんどくさい。っていうことは、これも、割とラボの届く範囲に立てないといけないんだ。じゃあ、一回、削除して、この辺一つ削って、これも何？何？できれば、あれか。何個もあったらいいのか。建物が。
こっちも一回解除して。とりあえず、でこれを作るためにはまずはこれは今作ってますね、軽い宝石、これをこっち、え？ファイヤージェム、これをこう、9%、でこれが風、風も1個でいけますね。で、こっち。で、もう1個が、アースジェム。アースジェムは、ウォータージェムも必要なんで、で、ここウォータージェム。で、これをここ。これで一応作れはしたけど、で、これを祭壇に配達。全然足りない、供給量が足りない。まずファイヤージェム、これ 61%、 風のジェム、で、アースジェム、まあ、まず元となるウォータージェムを上げて、あとファイヤージェムをもう少し、ああもうアップグレードできない。あ、でも俺こっち上げた、もしかしたらこっちだよ。これで、で、これ自体を上げないといけないんで、速度、量、価値で、またアースジェムが少なくなるんで、あ、ウォータージェムが足りない。
あと料理ですね。カクタス。でも普通にあそこで取れるかな。あとあれだ、砂糖もアンロックしたんで、砂糖を作るには、あ、これにサボテンを使うんだ。そもそもで体力回復1500だ、すごい。マナ溜まるの待ちながら、あの少しだけあの砂漠の素材の取れるギリギリのところですかね、あそこから素材を集めながらっていう感じですかね、しばらくは。うん、はい、そうですね、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。